大分八幡宮は福岡県飯塚市にある神社。旧社格は豪社。箱崎宮の元宮として知られる。奈良時代の神器三連に創建された。社殿によればこの神社がある場所は、神宮皇后が三冠性伐の木と一時登留した地であるという。箱崎宮縁儀によれば、 平安時代の演二21年箱崎浜への潜座の拓戦があって、延長元年に潜座したのが箱崎宮の始まりであるとし、宇佐神宮の拓戦州である。八幡宇佐宮拓戦州にも箱崎宮の神託を聞いて、我か宇佐宮より滅亡を置いた宮は我が本宮なりとあるが、箱崎宮へ潜座した後も九州五所別宮の第一者として熱く信仰されていた。近くには、 古代寺院、大分廃寺等跡がある。創建当時の社殿は、現在地より後方の丘陵上にあったが、戦国時代に戦乱のため消失。天正5年に秋月と根ザが現在地に再建した。明治5年号社に列した。平成7年には、平成の大修理が行われている。法上池をくす年9月に行われる、例祭では、 福岡県の無形民族文化財に指定されている大糸の獅子舞が行われる。この獅子舞は江戸時代の教法9年に岩清水、八幡宮から伝わったとされ、梶の獅子舞と並び福岡県下の獅子舞に影響を与えていると言われる。京都から伝わったためか、林言葉や掛け声が京都弁のニュアンスによく似ているとも言う。ありがとうございます。